1960年の大阪タイガースでは、1960年の大阪タイガースの動向をまとめる。この年の大阪タイガースは、金田正康監督の1年目のシーズンである。田中義夫前監督がわずか2年で辞任したことを受け、チーム敗抜きの金田正康二軍監督がこの年から監督に昇格。金田新監督の下チームは優勝が期待されたが、 前半戦は中日、巨人、太陽の三つどもえが続き、三強を追いかける展開が続いた。中日が脱落した8月以降は順位を上げていき、最終的に広島との A クラス争いに勝ったものの64勝62敗4分の3位で終了。投手陣は小山正明がエースとして奮闘するものの、もう一人のエース、村山実は開幕から、 急性胃腸炎にかかったことから、十分な働きができず、防御率は、まずまずだったものの勝ち星が低下した。打撃陣では、藤本勝美が4番を打って、本塁打王となり、並木手朗や遠井五郎、吉田義雄なども、まずまずの成績を上げたが全体では頻打にあえに13年ぶりの、優勝はならなかった。翌シーズンからチーム名が、阪神タイガースに変更されたため、 大阪タイガースとしては最後のシーズンとなった。またこの年からビジター用グレーからブルーグレーに変更、そして同時期のセリーグのファンサービスの一環として胸番号を付けるようになったが、付けた胸番号は背番号とは異なり、書体が平べったい形だった。ありがとうございます。